ようこそ皆さん、まとめ14へ。今回もまた YouTube でプレミア配信、みんなでチャットをしながら今日も楽しんでほしいよね。おやおや、早速おチャットで可愛いセクシーパーフェクトスレンダーボディというコメントが入ってきてる。みんな落ち着いて、30分弱チャイのこと見れるから、おチャットは焦らずにね。それでは本編前に前回のおひねり分のセクシーをお届けするよね。まずはムーンブギーさんのおひねりでお尻、そして猫好きさんのおひねりで早速出ました2回転。そして続いてトッティーママさんのおひねりで出ました、また2回転。さあ皆さんのおひねりでセクシーの全貌は見られるのか。さあ続いてはミサチさんのおひねりで出ました2回転。まだまだあるぞおひねり。次はカノポポさん出た、またまた2回転。まだまだあるぞおひねり。続いてチオチュールさん1回転。まだまだおひねり飛んでいる。続いてルルルルーさんのおひねり2回転。どんどん行ってまいりましょう。続いてはまた出た猫好きさんのおひねり1回転。さあ次のおひねりはどなただ。出ましたムーンブギーさん1回転。まだまだおひねり飛んでくるぞ。続いては出ました、またカノポポさんのおひねり1回転。さあここから回転が止まるのか、それともおひねりが止まるのか、こうご期待。それでは本編スタート。その前におひねりはお気持ちで、おひねりが入ったら皆の中で誰々さんナイスパーでお願い申し上げ立てまつります。まあよいしょだよ。ん、お尻の穴が丸見えだよね。紅星さんは喋らない、ぶっ飛ばすよね。あ、まずいです、雪崩に巻き込まれます。おお、これはすごいです。1,2,3 ぐらいのペースでやるよね。よし頑張れデブ猫、助けて。足と手を定常されちゃったな。最初に謝っておくよ。自分の続きが始まった。キャバーイ、シルブリ、シルブリ、シルブリ。戦ってなかったからうずうずしてたの。さあ、じゃあ引退強オーブルースだ。やめろよこのシャーユーザー。カニちゃんがあのキャンプになりまちょっと笑っちゃうよね。おすすん、おすすん、おおないない、チャイの大事なお洋服どこに行っちゃったんだよね。カニの爆破、あお爆破した、あお爆破した、ブーセクシーパワーメイクアップ。 SOS 信号を受信しました。あ、耳のようなものが見えます。マシネカウ。あくび出そうなんだけど、カリンちゃんも一緒にどう？いや、一人でやってよ。カリあくび出ないし。メロン。やべ、つられて出ちゃったよ。メロン。結局カリンちゃんチャイと一緒に、あくびしたかったんだよね。よし。来るぞ。にん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 。あれ、スタッフさん、ちゃんちゃんこっちだよね。こっちか。あれ。おわー。おお。おお。気持ちくて死んじゃうよ。
カリはあまりの気持ちよさに死んでしまいました。その頃チャイちゃんはムシカタツムリ、お前の頭はどこにある？角出せ、槍出せ、頭出せ。それならもっと広い殻に移動しちゃおうかな。希望は 4LLDDKKKKKK。 何乗せるんだよ。おお、それは一体何なんだよ。見えない、見えない、ギリギリ見えない。スタッフさん、それ何？やめろやめろ、あったかくない。おお、一体スタッフさん、それ何？もうスタッフさん、おしまいね、おしまいね。おお、元気にバコリを決めたら、チョトラシロからドリーゼント、ドン、きっぱりハイスクールロックンロール、きっぱりハイスクールロックンロール、メロンメロンしたしカリカリもったし、おデブのあの子はダボダボボデーにたるんだ、お腹を引きずって、きっぱりハイスクールロックンロール、きっぱりハイスクールロックンロール。足の間で朝まで幸せ。今回紹介するのはバレムさんところのペットフィットネス。本体ぐるぐる、お尻のカバーを外してみよう、透明ボックス外してみよう、そこには何を入れるのかな。おやつ、え、なんだって。おやつ、え、なんだって。おやつを入れたらセッティング、早く食べたいからスイッチオン、よみがえるペットフィットネス、動き出すペットフィットネス、横切るペットフィットネス、アプリで操作一緒に遊ぼう、ウィング、スイングスイング、シェイク、シャカシャカシャカ、最高最高最高、バックカバー肉じゃらしチェン、ウィングシェイク、設定時間になったら自分から動き出す、感知センターの活用で障害物避けられる。よし、今だぞ。ニン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 と、どどどど、今だよ。お見通し。デュー、くそ、一旦帰還。あ、UFO だ。そんな手には乗らないよね、カリンちゃん。家の中にいないもんな。チャイちゃん、何そのだらしない格好。こないだ彼同じことしたらすごい怒ってきたのにさ、チャイちゃんもやってるじゃん。カーリンちゃん、ちょっとこれ見て、チャイはネイル乾かしているの。どこ、どの部分だよ。はい、乾きましたと。ああ、チャイちゃんごまかしてる。ごまかしてなんていないよね。ちゃんと見せてくんないじゃん。そんなことないの。ほら、チャイちゃん隠した、ちゃんと見せてよ。ああ、ネイル綺麗にするとテンション上がる。まあ、自分のことはチャブ台にあげて、それを言うなら棚だよね。ドラバー、ちょっとやめてください、これ狩りのですよ。治安が悪いな。ほんと物騒な世の中だよ。ちょっと
カリのですよ。余ったカリカリ入れるんだから。ちょっと。デイデイ！クソ取られちまった。ほんとこの家治安悪いな。まあ怪我しなかっただけよかったか。閉店のお尻だよ。よし、首筋30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30。はあ、ギリギリできた。やめろ、この野郎。無印のスリッパだな。来るな。デイ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 。カリに逆らうとこうなるよ。すごいな。デイ。左ジャブ。くそ、すごいな。シャー言うぞ。やめろ。あん、よしやった。カリを怒らせるとこうなるよ。ケンタロウ、貝殻つなぎしてあげる。待って、ケンタロウ。ケンタロウ。ケンタロウ、どうしちゃったんだよね。肩痛い。スタッフさん、もう最悪。やめなさい、気持ち悪い。まあいろいろありましたけどね、やっとオープンすることができましたよ。このお花はさ、デブ猫デカさんからの贈り物だよ。まあ今年中にオープンできたことが良かったかな。まあ彼から言えることはさ、たった一つだけ、諦めないってことだけなんだよ。そしたらなんでかわからないけど、なんか変わるんだよな。お客さん、今日は一つね。はい、ありがとう。はい、確かに受け取りました。じゃあお客さん、そこ段差あるから気をつけてね。またね、お客さん。いや、人それぞれいろんな悩みがあるんだな。まあそういうの知れるのがこのお店の面白いところかな。よし、今日はこの辺で店じまいにしよう。それではよろしくお願いいたします。先生、入りました。肩甲骨が剥がれます。先生、そのまま剥がしちゃってください。へったくそ。先生、心の準備はできました。お願いいたします。やっぱり怖い。先生、やっぱりやめようかな。痛い。先生、もうやめます。やめます、先生。肉球取れちゃうよ。ほら、カリンちゃん、かかってきなさい。まずは左で間合いを取る。できた間合いを詰める。おりゃー、下田さん、カウント、回転回避。くっさー、カリンちゃん甘いよね。弁慶打った。イヤリング落としちゃった。弁慶痛い。さあ、おひねりセクシーのお時間です。早速次のおひねりに行ってまいりましょう。この方、また猫好きさん出た。また2回転。さあ、ここからはモザイク解除セクシー。果たして残りのおひねりでモザイクは解除できるのか。それでは早速行ってまいりましょう。続いてのおひねりはこちら、ムーンサーティンさんのおひねり。おっと、かすかに薄くなっているか。おひねりの数があとわずか。続いてはこの方、また投げてくれてました、トッティーママさんのおひねり。
まだ解除されない。おっと、次が最後のおひねり。このおひねりでモザイクが解除されるのか。最後はこの方、あーちゃんさんのおひねり。セクシータイム、セクシータイム、モザイク解除のセクシータイム、セクシータイム、セクシータイム、くびれをメロンメロン、セクシータイム、ラッキー、ラッキー、みなさんラッキーセクシー。はい、みんなハロー。ここまでで大体半分ぐらいだよ。みんなどうかな、楽しんでるかな。じゃあカリがみんな楽しんでるかいって言ったらおチャットでドゥーンでお願いだよ。イエーイ。それじゃあいくよ。みんな楽しんでるかい。ドゥーン。みんなもしの子で楽しんでるかい。ドゥーン。俺たちみんなこうやってつながっているよ。ドゥーン。すげえエネルギーだよみんな。こんなに元気だったらまだ世界は大丈夫。もしの子のつながりっていうところですごく狭いけどさ、もしの子で作った笑顔を周りの人にも伝染させようぜよ。あれカリンちゃんどうしたの急にゼオなんて。あのさ、最近ジンの再放送やってて、それの影響なんだよ。じゃあチャイもアリンス使っちゃおうかしら。やっぱり夏は綿飴だよ。いらっしゃいませ。よし、ちょっと休憩しよう。やっぱり夏の休憩はかき氷に限るよ。カリかき氷大好きだから何杯でも食べられるよ。綿飴の店番ができなくなる。もしよろしければやりましょうか。あ、すぐ戻るのでお願いします。了解了解。やっぱ夏はさ、金魚すくいだよ。よし、大物だ。デブ金魚捕まえたぞ。おめでとうございます。あ、デブすぎて破れたよ。やっぱ夏はこれだよね。おう、お代官様。あ、やっぱり夏は花火だね。ちゃいちゃん、綺麗だよね。また来年もさ、見れたらいいね。毎年の行事にしよう。あー、早く来年の夏来ないかな。カリンちゃん気が早いよね。あー、どうしてこうなっちゃうの。あー、脱げない脱げない。どうしてなの。もう叩きつけちゃう。全然ダメ。よし、後ろ足で押さえて。このままで生活しよう。犯人こっち来い。ワッフルを取ると上からタライが落ちてきて気絶したところを確保するというチャイのトラップなの。うまくいくかな。チャイちゃんどう、うまくいきそう。うまくいくよね。うわ、ドキドキする。よし、おびき寄せよう。チャイちゃん、それ猫呼ぶやつだよ。セクシーセクシーセクシーデカセクシーポリポリセクシーなセイ。セクシー女の教訓その1、女は手を隠さなきゃいけない。男がすぐ手を握ってくるから。お客さん、ちょっとお客さん。ほんとマジこのお客さん厄介だよ。毎回気をつけてくださいって言ってるのに、周りのお客さんに可愛いとかスレンダーとか言われて調子に乗って飲んじゃってさ、自分のことデブだって知らないのかな。口真似コンティもう飲めない。ですから。おう、怖いよ。もう一度ちゃんと言ってくれるかな。あのですから。それはお洋服ではないのではというご意見がありまして。じゃあこれは一体何なのかな。これはお洋服ではなくただの脂肪。
危なく切り飛ばすとこだったよね。これはお洋服なの。はい、そのようにお伝えしておきます、うん、はい、よろしく。さあスタッフさん、狩りの左手上着手にコンペイトーがあります。さあどっち。さあスタッフさん、好きな方を選んでおくれよ。これ当たったらさ、一ドゥーンあげるよ。スタッフさん欲しいだろ、一ドゥーン。おお、スタッフさん、こっちでいいのかい。まだ変えられるよ。おお、スタッフさん、変えられるよ。それではスタッフさんがオープン。残念だよ。ウケるよ、すごくウケるよ。しっかりお腹よじれそうだよ。スタッフさん、そっちはダメだよ。はい、おしまいだよ。今コンペイトを肉球に挟んで移動中。これはすごい雨だな。お店の前にも水たまりできちゃってる。ちょっと太陽さん、お顔出してくれないと狩りのお店雨漏りしちゃいますよ。こないだ修理したばっかりだからさ。よし、今日は店じまいだ。よいしょだよ。あの店員さん、時間になっても前のお客さんがいます。すいません、予約してるんですけれども、代わってもらえませんか。うん、16時まで取ってるの。いや、おかしい、15時半のはず。うん、おすんすん、おすんすん、おお、宇宙だ。失礼なデブ猫だな。何だ、あれ、この春の時間なんで、このデブ猫やろ、この、待って、この野郎。テディベアかわいいな。 This is very cute teddy bear だよ。はあ、かわいい、かわいいな。もうこうやってずっと撫でちゃうんだよな。前に手首腱鞘炎にならないのって心配されたことあるよ。はあ、かわいい、はあ、かわいいな。ほんとかわいい、はあ、すごくかわいいよ。これはクマですね。このクマというのは頭を撫でられると落ち着くんですね。ですからですね、このクマには必ずこうでこうグリ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 撫でてあげるんですね。よーしよ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 し。こうやって警戒心が取れてきましたらですね、もう口の中に入れてしまうんですね。よーしよ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 し。もうちょっと優しくしてください。痛いよ。そこどこですか。地ですか。先生ごめんなさい、お尻守ります。先生、肉球今取れたんじゃないですか。はい、痛い、また来週お願いしますね。マンダム、マンダム、マンダム。今回紹介するのはバレムさんところのペットフィットネス。本体ぐるぐる、
お尻のカバーを外してみよう。透明ボックス外してみよう。そこには何を入れるのかな。おやつ、え、なんだって。おやつ、え、なんだって。おやつを入れたらセッティング。よし、スタッフさん、久しぶりに行くよ。2019年夏、スタッフさんと狩りの。スタッフさん、ちょっと早く、お待ちどうさま。フュージョン。よし、スタッフさんいいぞ。そのまま両トリガーを出して、照準はあなた。それではトリガーを握って、ドーン。狩りは今、チャイちゃんを運動させるということに今力を入れている。それはチャイちゃんのお洋服がみるみる大きくなっているような気がするからだ。そして今日もまた、ご飯を食べた後にすぐお布団の中で寝ている。そういう時はこうだ。肉汁たっぷりの宇都宮の餃子、お口に入れた瞬間にじゅわっと広がる肉汁。ライス大盛りください。おお、チャイちゃん、この方法は百発百中だな。おお、騙されたよね。よし、チャイちゃん、運動だ。よし、仕方ない、ソファーだねよ。よし、作戦通りソファーに行ったぞ。キャファーイ、何これ、ソファーがプルプルマッサージになってる。チャイちゃん、頑張ってくれ。先ほど登山家チャイちゃんより SOS を受け、今ヘリでフットンホルンの頂上付近に向かっております。登頂成功予定時刻になっても連絡は来ず、それから3時間経ち SOS 信号を受信しました。あ、耳のようなものが見えます。今スタッフ隊が救助に向かいます。登山家チャイちゃんは無事なのでしょうか。あ、動いています。登山家チャイちゃんは無事です。登山家チャイちゃんの無事を今確認しました。今の気持ちでゴーゴーゴー。チャンネル登録をしておくと、カリたちの動画が見つけやすくなるよ。わお。そしてベルマークを押しておくと、動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画はこちら。新しい動画は、みんな長い間お付き合いありがとうだよ。本当、プレミア配信にわざわざ時間合わせてくれる人なんて本当どうかしてるよね。そうそう、そのもしぬこに対しての熱心さをさ、他で向けた方がいいと思うよ。ぎょい。